ということで、定時愛ということで、定時愛っていうのは、インフォメーションなんですけど、定時愛職について、まあ、旧ね、旧、あの、インスリンダイエットのことで、旧インスリンダイエット。インスリンっていうと、その、糖尿のお薬の意味になるんで、イメージ悪いんで、先言ってないと、これ。で、これを定時愛食と言いまして、定時愛の理論から言うとですよ。いや、こんな時期にね、お腹いっぱい食べるのないですって人たちもね、どんどって。なんでかというと、ソフトドリンクとかでね、甘いもの飲んでも、あの、体にならないんですよ。実際、筋力が落ちてくると、自分情けないなと思うでしょ。その少ないもんで体鍛えた方がいいやん。ほんで、まあ、胃袋がね、こう、あってさ、これ、口の方ね、これ、十二指腸の、十二指腸の方に来まして、まあ、最後、排出されるんやけど、胃袋ってね、肉何時間肉が一番かかるんやけど、ね、こう米何時間小麦系、まあ、パンとかお菓子とか何時間かかるって決まってて、その消化酵素と一緒にね、まあ、いろんな消化酵素があるんやけど、消化酵素と、あの、胃酸、胃の酸、なんでしょう、胃酸、酸ってどうやったっけ、まず、あ、その酸っていうのはエシッドだ、アシッドで、その酸性のね、pH になって、主にその肉を溶かすときに多めに出て、まあ米でも米多少は出るんやろうけど、肉がその胃袋で溶けて消化されるためには、あの、酸が必要なんですよね。酸っぱいやつです。まあ胃液とも、その戻ってくるとこう絶妙な匂いになるような酸っぱいやつです。で、胃袋の粘膜はそれを保護してて、内容のものを溶かすんよね。で、肉がまあ数時間かかって、一番あるのはそのおかゆとかおもゆとかオートミールの軽いやつとか、そういうのはこうすぐ消化するわけです。でですよ、計算式を書くと、そのままね、十二指腸でまた消化酵素に混じって小腸でその吸収されるわけなんやけど、1時間でね、ワンアワーで溶けると、その100キロカロリーのものがね、そのままその直中で小腸に、吸収のね、小腸、1時間で溶けたら、2時間ぐらいでもう小腸が吸収してしまってる。で、血液にね、まあ肝臓にも行って血液にも行くんやけど、その後血中にもうその100キロカロリーのブドウ糖注入されてるのもこれかなり多くて、普通飴玉のブドウ糖の飴ってが10キロカロリーとか15キロカロリーとか口に含むやつね。消化を胃袋でせずに、そのままその内臓器官でブドウ糖飴が吸収されて、すぐその10キロカロリーの飴玉が血中にまかれる。ブドウ糖そのものがね、ブドウ糖の飴だったら消化必要ないんで、
だとそのそういうの落ち着くっていうね、やっぱその脳に脳ねじゃないと脳栄養になる、脳の栄養主にね、脳がこう一番栄養ってなる、栄養、まあ栄養、うん、でまあ、体の筋肉もブドウ糖は消費するんやけど、これが逆にね1時間に500キロカロリー吸収してしまったら危ない、うん、まあ、1時間に500キロカロリー、まあそのフレンチトーストはそこまでないって言うけど、パンに牛乳を溶かしただけとか、パン5枚を水と一緒に飲んだとかなると消化早いんで、パンとか小麦粉はもうこねてあってイースト菌も入ってるからすぐ吸収されてしまう、まあ、食パン5枚とかドロドロの卵のかかってるやつはちょっと卵は消化吸収遅いんで胃袋に滞留するけど、まあフレンチトーストも消化の早い方で、食パン5枚を1時間に消化したら恐ろしいことに血中にね500キロカロリーのブドウ糖、炭水化物がその最終的にブドウ糖という砂糖の成分に消化されて変わるんで、米、小麦、トウモロコシとか、うん、で炭水化物が消化されて500キロカロリーの血って、これね死ぬわ、これ糖尿って言って、糖尿っていうのはその血液の血糖が多すぎて腎臓が機能しなくなって膵臓も悪くなっておしっこにその砂糖が混じってるっていうのが常時続くと体にエネルギーがたまらなくなって、なんていうかな、ガス漏れを起こしてプロパンガスが空っぽになるようになる。火をつけるのは運動したり勉強したりするときやけど、ガス管が漏れててね、ガスタンクが空っぽになるような、ガリガリになるわ。その他にもあるんですよ、その総量って言ってね、例えばディナーとかで、まあ、ハンバーグ定食食べたら、定食っていうのはサラダとねご飯と、まあ、お味噌汁セットみたいななると、まあ5時間で1500キロカロリーを消化する、まあお腹の中でこうミックスになってるね、胃袋の中で。ということは1時間あたり300キロカロリー、これも結構多い。なのでまあそれを5時間かて、なのでこんなものを食べてすぐ寝てしまうとね、うん、まあその2時間起きたとしても残りその1500、600で900カロリー残ってるわけですよ。起きてるときはその後のテレビ見ない、読書に勉強するんだけどいいんやけど、残り3時間分はマイナス2時間3時間分睡眠中に消化されると、睡眠中に900キロカロリーのブドウ糖が血液に分散されると、まあブドウ糖の他にもその脂肪とかあとタンパク質のアミノ酸もあるんやけど、死ぬわそんな生活続けてたら。寝てる時って脳以外体動いてないんで、血中に900キロカロリーのブドウ糖が入ってきたら恐ろしいことになる。特に糖尿で膵臓と腎臓負けてる人はもうダダ漏れよね、ガス漏れ事故や、危ないし。で他にもあるんですよ。でここでね、低GIというのはいろんな意味があって、低GI、低GIというのはまあローGI、LGIとも言うんやけど、胃を守ることにもなる。胃を守るっていうのはこうストレスのね
アシッド多い人はその胃袋粘膜を自分で傷つけてしまうので中和することになる。アシッド中和にもなるし、その酸で負けなくなるんですよ、胃袋の内壁が。それからその低GIにして例えば100キロカロリーのものをね3時間かけて消化する。だからそのキャベツの芯の繊維とか食物繊維の大きい多いその麦の種類、ドリンク用じゃなくてね。でその食物繊維がたくさん入ってるものは100キロカロリーのものを3時間が消化したりする。ということは1時間あたり33約ねアバウトでキロカロリー。しかしお腹の中には3時間も溜まってるので、胃袋の中には結構満腹感がある。しかし1時間に33キロカロリーその消化して小腸でだんだん吸収していくんで、血中には程よい量、まあこれでスポーツでもやってれば運動でもやってれば痩せるかな。まあおにぎり1個って言ったらそのまあ人によってそれぞれだけど、1時間か1時間半で消化してしまうところ2倍ぐらいかかる。なので同じキロカロリーにしてはおにぎりも腹持ちがいい。で100キロカロリー約100キロカロリーにしてもね。なので3時間かけてそれが消化されると、まあ、3時間空腹感なしのまま血中には33キロカロリーのブドウ糖しか出てない、まあ、炭水化物ベースで考えると。その低 GI って言って、まあ、そのインスリンのことだと今かかんけど、インスリンはその血糖をね肝臓で合成したのと一緒に脂肪に切り替えるんやけどね、その高血中なんだろう、高血中っていうのは一つその糖、砂糖の成分ブドウ糖と脂肪酸に分かれるんやけど、脂肪に分かれるんやけど、その主に糖に働いて脂肪酸に変える、脂肪酸っていうその脂肪細胞に変えるっていうかな。インスリンが脂肪細胞に変えるんです。糖を変化させて脂肪細胞になるのでそれも太るんですよ。ブクブク太るんです。脂肪細胞に変えてしまうんです。毛細血管の行き渡らないちょっと悪い方に、なんで見た目的にも悪くなるんで、そのインスリンが発動しなくなったら最初糖尿前期は太るんやけど、ちょっとガス漏れ事故みたいにガンガン痩せていくのに、要するに腎臓と膵臓を間違うと尿からどんどん抜けてしまうんで、エネルギー食べても出ていくばかりでガリガリで死んでしまうと、神経も危なくなってしまう。でインスリンが発動すればいいっていうことかもしれんけど、実際はその脂肪細胞に切り替わるだけなので、糖をその脂肪に切り替えるすごいホルモンなんやけどね、体の細胞に多少は脂肪はついてなきゃいけないけど、なのでその糖が通る血中濃度っていうかな、高血中のいわゆる高血中のその何ていうか脂肪高血中とか、あとその血中の糖度が高いといろんな病気を引き起こす場合があって、随時その食べた後に働く動く運動をするならいいけど、もしくは糖を取った後にガンガン勉強するとかねならスリムで締まった体になるんやけど、健康のその高血中濃度、高い血中高濃度の通る脂肪気をつけなきゃいけない。脂肪が増えすぎると中性脂肪ってその血液が白く濁る場合がある。で毛細血管に回らずに喘息とか詰まりを起こす場合がある。危ないですよ、脳にも危ないんで、脳血栓から脳卒中系に糖が入ってきてもその消化したものをそのインスリンで脂肪細胞に蓄えるか、すぐ運動したり働かなきゃいけない。でですよ、その低 GI が
行っているのは、まあ、一つはその胃袋の保護、胃の保護、胃の保護と、その、ブドウ糖の調整っていう、血中ブドウ糖のね、その痩せるというよりは体がよく動きますよ。でその空腹感の減衰、まあ満腹感っていうのかな、食べ過ぎたらいかんけど少量の満腹ってどういうけ、少量で、つまりこうサラダのこうセットだったり食物繊維たっぷりの小麦系の何かだったり、あの昔のパンっていうのはその粗く小麦をひいてるのでこうボソボソっとしたパンだったんですけど、今その消化がいいように細かく小麦粉を砕いてるのですぐ吸収されてしまう。なのでこうそれを対策としては、まあ、胚芽米とか玄米を混ぜるとか、小麦にしてもその黒パンとかそういう、あの黒パンってあれですよ、ライ麦とかそういうものの入った、大麦とかの入ったこうなんていうの、全粒粉の中のあの粗いもの、粗挽きの小麦とか使用すると定時になりますけどね、はい。